1万6000歩歩きました。おはよう、ちゃんくん。おはよう。なんかもう今日は暑いらしいので散歩に行きませんでした。6時過ぎに目が覚めちゃったからね。そうだった、さっき行くとき6時ちょっとだったから、多分、もうすぐ6時って感じかな。ジャン君、暑いってよ。今日は35度になるそうです。歩くんだったらイオンの中だな。で、夜になったら出かけていこうかな。イオンに行くまでに暑いと思うよ。まあね、でもすぐだから。とにかく散歩が止まると体重が増えるのでやばいっす。はいはいはい、じゃんけん。そうなの。ついてきた。カタコミで。はい、いかにゃん、いかにゃん。今日は珍しく、甲を噛んでくれたちゃんくんです。いつも指の付け根なんだよね。手袋を買いに行きましょう。ジャン君よけ手袋。手袋、途中で脱いちゃう気がするんだよね。まあできるだけメッシュで。ジャン君、まあ、そういうのがあるかどうか、ホームセンターに見るに行くのがいいかな。あの100円ショップでは見つけたんだけど、ちょっとゴムっぽいんだよね。夏はなね、外ジャン君は本当にそれで噛まなくなるかな。いやいや、噛んでも痛くないとか、血が出ないとか、そういうこと。奥まで来ないとか、そういうやつ。そういうこと。噛むさ、そりゃ噛むか。ジャン君だもの。なんでジャン君人の手を噛むようになったの。前からなんだけどね。全然、なんだろう、なんで起こしたいから。まあそういうことなんだね。起きてよガブなんだよね。ジャン君おはよう。ジャン君、いい声でした。おにゃにゃ、なんかおにゃにゃって言いましたけど。ジャン君。おにゃにゃ。ジャン君おいで。絶対呼んでるよ。ポンちゃんと遊ぼう。ジャン君。ジャン君もポンちゃんみたいにそのマット乗っていいんだよ。ジャン君。いい感じらしいよポンちゃん。ジャン君。ねえ、ポンちゃん。お気に入りだよね今ね。ジャン君も乗っていいんだよ。スイカのマットレス。今日はね、1万6000歩歩きました。夕方っていうか7時ぐらいから10時近くまで、10時過ぎてたかもしれない、すんげえ長いこと歩きました。まあ途中買い物もしたんだけどね。私1万9576歩ですけど。ストライドの差が出ました。あ、でも私家にいる間も
結構下行ったり上行ったり、ね、いや足踏み運動今日はしなかったんだけど、うん、ベランダで行き来して洗濯物を干したり、ね、洗濯したりいろいろちょっと部屋の中を歩き回りました、うん、行ったり来たり2階と1階を行ったり来たりしておりました。すごいいっぱい歩いたよね。眠いよ。もうちょっとで2万歩だったのにそう。じゃあジャン君とポンちゃんはだからこんなに長いこと待たせたんだなっていう顔しております。そうですの、ごめんね。明日はさすがに出かけないと思うわ。ちょっと疲れたということで、まあ、夜ねちょっと出るかもしれない、うん、まあ、あとは自転車っていう手もあるし ね、 そうね、暑いんですものね、うん、おやすみなさい。おやすみなさい。